家解体してないから。解体別ゲームだけど。このソファがいいソファがいいらしいですけどソファない硬そうな質感に見えるんだけど、うん、すごくやばいいい今日はどなたと共演なんですかかっこいい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 先輩僕らの終わりの先輩が先輩が、ね、ちょっと楽しみ楽しみですみんななんかポンポンポンと年が違って同じなんか感じの好きな長男さんどうでしたか。どうでした。僕らはあの常さんかっこいい。あ、そうですね。話をしてて、これは一緒の仕事したいなって言ったら実現したんですけど、結構でした。すごい振りね。いやでも楽しかったよ。本当っすか。久々に会えたし、ね、本当っすか。何パーティーだったんですかね。あねパーティー。買い物がね。ね買い物が。週の。この絵は入ってる。これちょっと入れてます、ね。今入れてます。バチバチに化粧して、生活感ゼロで、生活感がすごいあのスーパーをカッポします、ね。カッポした。マリオなんか上下紫
セットアップ、セットアップもどう、まあ、明け方とかなんですか、ね、ポストなんだろうな明け方ね、明け方とかだろうな、マッピーもですね、マッピーもないですね、健全な時間に、ね、でも楽しかったね、楽しかったです僕はめっちゃ楽しかったね、実際こうパーティーするときはそれなりの姿そうですね、次何パーティーしようか、そうですね、次ちゃんとしゃぶしゃぶ食べちゃう、ちゃんとしゃぶしゃぶ、すき焼きっておっしゃってた、俺はすき焼きもいいな、しゃぶしゃぶね、しゃぶしゃぶもいいよね、すき焼きが好きなんですか、でもでもさ、あのすき焼き好き、すき焼き好きだしさ、すき焼きってなんか美味しいとこ行っても家で食ってもなんかあんま変わんない確かに変わりがつきづらい、ね、だからしゃぶしゃぶパーティーするならしゃぶしゃぶはうまいと思って家でやってくるんですよ、だから家でやるならすき焼きかな、じゃあ行こうか、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ行ってその帰りすき焼きパーティーお腹パンパンじゃないですかはしごして、うん、はしごして、はしごして、すごい楽しい撮影でしたすいません、ありがとうございました、ありがとうございました、あ、ごめんなさい、呼んでくれてありがとうございます、呼んでないですよねありがとうございました、かっこいいです、はい、最後に告知などあれば、はい、このツイッター見てください、はい、3月受信者ですよね、これね、里見発見で、公演前ですかね、まもなく公演だと思います、あと TVK から猫にドラマで、ね、毎週 TVK、 あと俺たりという番組も TVK なんでやらせていただいてまして、3月4日から公開しました探偵は今夜の憂鬱な夢を、広瀬さん、広瀬智さん一緒に出演させていただいた作品ですね、あと、この後主演さん映画が一つ公開になります、よろしくお願いします、僕4月に前を勤めて僕を笑ったっていうかなりストレートで出るのと、5月にオールアウトダステージっていうのを話しておりますので電話鳴ったけどもおいしい、おいしい、おいしい、持ってる、でもまあ、ツイッターなど見てチェックしてみてください、うん